石黒めぐみくんだよね。あんた誰っていうか何その顔。いや、そっくりだなと。全員っていう呪術師の家系なんだけど、僕が低レベルのろくでなしでお家出てって君を作ったってわけ。自分の力にも気づいてるんじゃない。君のお父さんが善意家に対して取っておいた最高のカードだったんだよ。そのお父さんなんだけど、僕が別に何年も会ってないから顔も覚えてない。積み木の母親も少し前から帰ってない。君本当に小一？善意家行きたい？そこに行けば積み木は幸せになれるのか、それ次第だ。ない、それは断言できる。オッケー、あとは任せなさい。強くなってよ、僕に置いていかれないくらい。